アイダの子はカレイド社長とテオを監禁していない。じゃあ誰が連れ去ったの？何か裏がありそうね。闇市でフランツさんに相談してみないと。何かいい知らせは？遅い！それで、テオとカレイドおじさんは見つかった？うん。いろいろ情報を集めたけど、どうもテオたちは、アイダの子に拉致されたわけではなさそうね。しかもカレイドがアイダの子に伝えた予備用アストロナジーの話は嘘だった、だろ？また全部お見通し？むやみにあちこち荒らし回ってるアイダの子を見たら、普通わかるだろう。とにかくこっちの手がかりは途絶えたわ。でそっちは？あそこに立ってるあいつ、ホップキンスって言うんだ。俺の推理が正しければカレードの予備用アストロナジーはあいつが持ってる。あいつは悪名高い闇商人だ。普段は弁実行を根城に売買の禁止されている闇物資を売りさばいている。あいつのところで手に入らないものはない。カレードおじさんはどうしてあいつを捕まえないの？捕まえる？あいつはカレードの代わりに汚れ仕事を引き受けてるのさ。カレードおじさんが成人だと思ったら大間違いだ。つまりカレード社長がアストロナジーをホプキンスに横流しして汚いお金を稼いでたってこと？ほらほら、名誉毀損になるぞ。真実を知りたいならあいつの口から聞き出すしかない。それはつまり私に行けってこと？いや、俺は面が割れてるし、ヒルダは世間知らずのお嬢ちゃんだろ。あんなずる賢い奴とまともに話せるとは思えないしね。ええ、はっ。お客さん、うちの店は初めてですよね。何をお探しで？え？アストロナジーはここでは金製品なんですよ。すいませんが他を当たってください。闇市ですって？変な言いがかりはよしてくださいよ。仏？誰に頼まれてきたんです？ああ、社長の命令でアストロナジーを取りにいらしたんですか。でもお客さん、初めて見る顔ですね。あなたは私のことを知っているのに、私はあなたのことを知らない。不公平ではないですか？信用には対価が必要です。特にうちみたいな商売は何事にも慎重さを求められますからね。信用ですって？あなたはカレイド社長の部下ではないでしょう。最低限の誠意もない相手と取引する気はありません。まったく、わかりましたよ。こんな物騒な時期に余計な面倒は起こしたくありませんからね。ご所望の品は仕入れて差し上げます。ですが取引には対価が必要です。お客様から上質な鉄鉱石の注文をいただいたのですが、仕入れ先でトラブルがあり出荷が遅れているのです。そこで鉄鉱石を5個集めていただきたい。すべて揃ったら今後のことを相談しましょう。
揃ったのですか？ずいぶん早いですね。あなたの要求通り鉱石は集めたわ。約束は果たしたんだから、アストロナジーをちょうだい。あれ、アストロナジーが私の手元にあるなんて言いましたっけ？どういうこと？私を騙したの？取引には対価が必要だと言ったでしょう。鉄鉱石くらいで私からアストロナジーの情報を引き出そうなんて虫が良すぎるのではないですか？他に何をしろと？荷物を運んでいただきたい。飼い主とはいささか行き違いがありまして、直接お会いするのははばかられるもので、オムニアムタワーの下で待ち合わせしています。ご安心を。相手は売り主が私だとは知りませんので。では行ってらっしゃいませ。あ、荷物持ってきた？見せて。子供が一人で出歩いて危なくないの？誰が子供だって？僕が誰か知らないの？僕は、まあいいや。雑魚に何話しても無駄だ。そこそこ美味しかったって、ボスに伝えて。またすぐ次の注文を出すから。はいはい。じゃあね。美味しかった？また注文する？田舎者の言いそうなことですね。それよりアストロナジーは？アストロナジーは先日まで確かに私の手元にありました。正確にはある方からお預かりしていたのです。預かったって？カレイド社長から？そこまではお話しできません。私はつい先日、大のお得意様にアストロナジーを指定の場所まで運ぶよう頼まれただけです。その後のことは存じません。その指定の場所というのは？あれ、どこでしたかね。あなたね。ただし、私のような商売人は大事な情報をすべて帳簿に書きつけているものです。その場所も含めてね。でも残念ながら、この前探索した時に帳簿を山の遺跡に置いてきてしまったのです。それを取り戻してもらえたら。あなたを信じるのはこれが最後だからね。
とうとう見つかってしまったね。カレイド社長、これは一体どういうことです？悪いが、アストロナジーは渡せない。テオの改造がもうすぐ終わる。私にはアストロナジーが必要なのだ。改造？テオに何をしたんです？父親としてなすべきことだ。あの子に完璧な人生を与えた。何を言ってるんですか？テオの余命はあと半年。あの子の体は病魔に侵されつつある。あの子の母親がそうだったように。アンナ、私は彼女を救えなかった。だが約束したのだ。私たちの息子を無事に育て上げると。あの子に健康な体さえ与えられたら、私があの子に健康な体を。ちょっと冷静になって。こんなことをしてもテオやみんなを警告するだけです。まもなくエナジー転送速度が安全限界値を超過します。どうしてもやらねばならんのだ。私を止めることはできない。絶対に、絶対にだ。エナジー伝送が限界を超過しました。私たちと組んでテオを救うこともできたのに、カレードはそれを拒んだ。その結果は見てのとおり。ジーク、奴らは信用しないで。ん？イゴ、連れて行ってくれ。テオ、テオはカレードさん、ひどい怪我をしてるじゃないですか。私はダメな夫、ダメな父親だ。201にショーンがいる。君の探しているものはそこにある。お願いだ。今から様子は？テオとカレイドおじさんは見つかった？社長は重傷を負っていて、今すぐ治療が必要よ。テオは、ヒルダ、ごめん。そんな、どうして？やはり一足遅かったか。フランツさん、中でジークとあのサイボーグ化した女に会ったわ。やっぱりあいつらが関係してたのか。
よし、ジークの行方は俺が調べよう。だが今はオムニアムタワーを止めるのが先だ。それでアストロナジーは見つかったのか？見つけたけど、エナジーが切れてたわ。充電すれば使えると思う。201のショーンが私たちの求めてるものを持ってると社長が言ってた。でも201って何？メンジス港の南東にあるシェルター201のことだろう。ここからは少し距離がある。君のマップに印をつけておくから、なるべく早く調査に向かってくれ。新しい発見があれば知らせてほしい。